大谷翔平盗塁成功率、2018年 71%、2019年 80%、2020年 87%、2021年 72%、2022年 55%、2023年 77%、2024年 92%。今年の盗塁がすごすぎる。今年は特に素晴らしい。前から高かったけど今年バグってる。コツをつかんだのかな。盗塁成功率が異常すぎる。野手に専念するとこんな効果もあるかな。二刀流が見たいけど打者大谷翔平になったらレベルアップしすぎ。年齢を重ねて盗塁成功率が上がる。どこまで進化するんや。盗塁成功率が高すぎ。成功するのが当たり前になってきてる。盗塁覚醒谷というフォームがあったなんて。リハビリ中なのが信じられない。間違いなくナショナルリーグ MVP。 伸びすぎじゃない。どんどん上がってる。牽制制限のおかげでもあるけどすごすぎる。そう谷、すごすぎ。チームが変わって球団が持ってる投手の牽制時の癖等の情報が豊富になった。もしくは後ろの打者が変わったせい。今年の成功率やば。50-50頑張ってほしいな。三刀流やないかい。46盗塁で成功率 92% はバケモン。これだけ走られて成功率が高いと敬遠することもできない。いやーすごい。後半のペースで前半も盗塁してたらどうなってたかな。このまま毎日1盗塁できたら逆転盗塁王あるかな。上が止まってるからありえない差じゃなくなってきた。盗塁ルールの変更か、それとも大谷氏の能力が向上したのか、どっちの影響がでかいのかな。単純な数が増えてるだけじゃなくて成功率上がってるのがすごい。今年投手やらなくて暇だから盗塁極めたろ、でこれ。牽制球が当たらなければデラクルーズと盗塁王争いしてたな。ピッチャーしてないから体力的に余裕あるから今年多いんかな。ベースもでかくなってるから走者有利やな。盗塁はデラクルーズしか太刀打ちできんな。